広島空港大橋は、広島県三原市本郷町にある道路橋である。愛称広島スカイアーチ。2011年土木学会田中賞受賞。2014年現在、アーチ橋としては、国内最長である。歩道がない自動車専用橋であり、橋上での駐停車及び歩行での見物は、道路交通法上禁止されている。2011年4月20日開通。 共鳴は、広島空港近くにあり建設工事中から地元で親しまれていたことから、広島空港を橋とし、愛称は、八百879点の中から、広島スカイアーチになった。広島中央フライトロードの主要構造物であり、フライトロード第一期整備区間約 10km の、事業費約630億円のうち、この橋だけで約300億円を費やしている。 沼田川の渓谷にまたがる橋であり、山陽本線を枯線し、広島県道33号、瀬野川、福富本郷線を鼓動している状況である。アーチ部分の幅は380メートルあり、完成年度現在新木津川を大い橋を抜いて、日本一の長さとなり、同年現在で世界15位に当たる。下を通る県道33号から約190メートル上を、 通っている。このアーチ下の空間には中国地方で最も高いアーバンビューグランドタワーや松田スタジアムがすっぽり入る大きさである。地元では観光名所としても期待されており、三原市は近郊に事業費1億7500万円かけ橋展望用に精神寺公園を整備した。これだけの長尾橋を設計するにあたり有識者で 技術検討委員会を設置している。台風設計上の想定風速は秒速45メートル。上部降下設工法は一般的なケーブルクレーン、シャツ工法が採用、当時国内最大規模のケーブルクレーンを導入している。工事にあたり、下に県道や JR が通っている状況であることから、最新の注意を払った上で進められ、国内初実績となる。 自走式の移動防護校が採用されている。谷の休憩車地に高い橋脚など株高を施工するために30トン規模の重機運搬可能なインクラインを設置し建設資材を運搬したため、この設置費用が公費を大幅に増やす結果となった。以下、この橋における2014年現在の国内記録を列挙する。ありがとうございます。